笹山市で栽培されている伝統野菜のあもち芋を地元の子どもたちに知ってもらおうと、今日市内の学校で給食として提供されました。笹山市立大山小学校の全校児童62人の給食に登場したのは、伝統野菜のあもち芋を使ったのっぺい汁です。あもち芋は笹山市のあもち谷で代々栽培されてきた里芋の一種です。近年は栽培農家が減っていましたが、現在は市場に出荷されるまで収穫量が回復。今日は85キロのあもち芋が寄付され、笹山市内の幼稚園や小中学校合わせて31校の給食で提供されました。ここ大山小学校の4年生9人はあもち芋の種付けから収穫まで体験したということで、里芋よりももっちりとした地元の秋の味覚を楽しんでいました。一から育てたのでとても嬉しい。自分で育てたものを食べれるのが嬉しいです。家でいつも食べてる味と同じで美味しかったです。ネバネバしてる食感で美味しいです。笹山市では今後も授業などで栽培や収穫体験を取り入れ、積極的に地元の伝統野菜あもち芋の普及に努めたいとしています。